ホラートゥベンハルミです、えー。ポルトガル語の前置詞円これご存知ですよねでもその他にものとなっていうのがあってこの使い分けが難しいわからないっていう声をよく聞きますでこれをできるだけ簡単に説明してくださいっていうのもよく言われます私も簡単に説明したいのは山々なんですが結論から言うとこれすごく難しいです私自身もすごい難しい ね、なんとか簡単に簡単にってしたいんだけど、なかなかね、まあ、ただ今日はこの動画でちょっとでもスッキリしてもらおうと思います。どうかなスッキリするかなできるだけ頑張ります。まず基本的なところで、円って何なのか。円って日本語の何々でにあたる、英語で言うと in, on, at。 これが全部一緒になったやつです。英語だとね、この in, on, at 使い分けなきゃいけないんだけど、ポルトガル語は基本全部円なんですね。だからその点で言うと楽です。だから場所とかの前に置きますよね。日本でとかブラジルでとか会社で学校でとか。他にもでって、例えば新聞でニュースを読むとか、インターネットで動画を見るとか、そういう時ので。 これも円ですなで。いろんなところに出てくるんですけど、厄介なところは円だけじゃなくて、のだったりなだったりになる。こののとなって何なのか。これはまあ簡単です。のっていうのは、全然形はなんか変わるんですけど、円プラス定冠詞のをこれがの。なっていうのは円プラス定冠詞のあ。これでなです。なので、要は全部円なんですよね。 違いは、定関詞がついてるかついてないかです。ただ、これもっと言うと、円に定関詞のおかあがついてのかなになる。っていうことは、定関詞があるってことは、不定関詞っていうのもあるんですよね。なので、実は、円、の、な、以外にも、ぬんとぬま。 っていうのが存在するんです。実は5個あるんですね。で、ここまで来て、あの、簡単に説明するどころか余計ややこしくなってますよね。そうなんです。あの、ちゃんと説明しだすとこうなっちゃうんです。ただ、ちょっと動画今止めるのやめてください。もうちょっと <laughs>、最後まで見てください。 で、ここで、え、定関詞って何なんだ不定関詞って何なんだっていう話になりますよね。それに関しては、もう過去の動画で定関詞と不定関詞について、あの、喋ってる動画があるので、ちょっと参考にもしてほしいんですが、他の動画見るのめどさいっていう方のために、簡単に説明すると、一応定関詞っていうのは、定義としては特定のものに対してつける。不定関詞は不特定のものに対してつける。これが基本ルールなんですよね。英語にしても、ポルトガル語にしてもそうです。ただ、ポルトガル語は、 これね、あんま意味ないです。このルール。<laughs> っていうのは、特にね、あの、英語を勉強してからポルトガル語に来た場合に、あれこれって、 定冠詞でしょあれこれって不定冠詞じゃないのっていう場所でも、ポルトガル語の場合、なんかね、ごちゃごちゃに。というか、定冠詞を使う場面が多いです。だから結論から言うと、あんまりね、頭で考えてできるものじゃないんですよ。ブラジル人も結構感覚で使ってるので、一応ルールは存在します。ちゃんと教科書通りに、あの、沿っていったら、こういう時は定冠詞、こういう時は不定冠詞っていうのは一応あるんだけど、それね、まあ、そういう覚え方しても別にいいんですよ。 いいけど、例外もたくさんあるので、そうなってくると、まあこれは定冠詞、不定冠詞に限ったことじゃないけど、普段使うところから順番に覚えていった方がいいと思います。ルールから入るんじゃなくって、使う頻度が高い順に覚えていく。なんで、こういう場合は定冠詞つく。こういう場合はつかないみたいな。というわけで、ここで、普段よく使う、この定冠詞つくパターン、つかないパターンっていうのをいくつかあげます。 まず場所に対して使うとき代表的なところで言うと国名には必ずつきますだから日本でっていう場合は No JapanN Japan とは言いませんブラジルだったらの o Brazil ただしこれ例外がいくつかあります代表的なところで言うとポルトガルこの国にはね、実は定冠詞はついてないんですだからのとかなポ p トガールではなくて N ポ o トガール g ってなりますこれは例外です でもそれ以外のほとんどの国は、農かなーです。これはその国名が、えー、と男性名詞なのか女性名詞なのかによって変わるんですけど、それはまあ知ってないといけない。だそれに一致させて農かなーになります。じゃあ今度、市、町の名前になると、これには定冠詞がつかず、エンです。例えば東京は、エン東京、の東京とは言いません。エン東京、エン大阪、エンサンパウロ。 ただし、これにも例外があって、私も住んでたリオになると、これね、漢詩がついてるんです。だから、エンヒオじゃなくて、ノヒオになります。っていう例外もあるし、じゃあ、詩はいいけど、今度、衆はどうなんだもっと言うと、じゃあ、 何々町みたいな町はどうなるんだとか、まあ、厳密に言うと東京とか大阪って市じゃなくて県ですよね。そうやって国によってもなんか呼び方が違うね。地区とかもあるし、ヘジアオン、地域とかもあるし、そのくくりによってこういう時はどうなのっていうのがね、これがね、すごく曖昧です。州で言うと、日本には州がないですが、ブラジルとかアメリカには州がありますよね。 週になった場合どうなるかっていうと、これね、見ていくと面白いんですが、えーとね、結論から言うとね、一個一個覚えていくしかないっぽいです。定冠詞がつく週もあれば、つかない週もあるんですよ。これ面白いですよね。ブラジルの中で言うと、リオに関しては必ずつきます。のひオ。死にしても、週にしても、のヒオ。サンパウロになると、あれブルーノなんて言ってたかな サンパウロはエン・サンパウロかなノ・サンパウロ。あれエンだったと思います。ちょっと後で確認します、もう一回。私も何か聞いても分からなくなっちゃう。お Amazonas、あばいや、お Espírito Santo、ごやつ、Mato Grosso、みなじらい、お Paraná、Santa Catarina。 全体の半数以上には定冠詞がつきますが中にはつけてもつけなくてもどっちでもいいっていうものも存在しますえっとアメリカに関してもカリフォルニアはナッカリフォルニアだしフロリダもナッフロリダで定冠詞がつくことが多いんだけどでもね中にはつかない州もありますあったなおアリゾナおコロラドアジアオージアオハワイケンタックマサチューセス アメリカの方になるとブルーノに聞いてもちょっと自信がない感じでグーグルで結局調べたのでネイティブでもそんな感じですそのくらい複雑ですあと「何々し」の中の町になると私たちが今住んでるオーランドも「何々区」みたいなやつ「の」とか「な」とか定汗詞がつくものもあれば同じくくりなのにこっちの地域になるとつかないとかそういうのもあるんですよ。 え、なんでと思いませんか <laughs> これに関してはブルーのもう、うーんって言って、なんかそっちの方が聞こえがいいから、みたいな。みんながそうやって言うから、そっちの方がなんか正しい感じになってるって感じで。つまり、んなんでしょうね。あの、ネイティブでもちょっと考えないとわかんないくらいのルールなので、もうこれはもうネイティブに直接聞くのが手っ取り早いじゃないかなと思って、私はもうそうしてます。もうわかんない。困った時はとりあえず、円でいいんです。これちょっと複雑です。 具体的な場所 具体的な場所っていうのは何なのかというと、例えばレストランでとか会社で、学校で、外でとか、そういうものにつける前置詞には定関詞つきます、大体。学校でだったらないシュコーラ、のヘシュタウランチ、大体つけます。まあでも、これ不定関詞のパターンもあるんですけど、ヌンヘシュタウランチとかヌーマイシュコーラとか、多分その場所が不特定の場合、まあ英語と同じ感覚で不定関詞をつけるべき名詞のところにはヌンとかヌーマとかをつける。 それが正しいんだろうけど、ポルトガル語日常会話で、あの、ブラジル人が喋ってるのを聞いてると、もう全部ごっちゃになってて、とりあえず低感詞をつけてることが多いです。なんで、例えば私、私昨日レストランでご飯食べたっていう、そのレストランが特定であろうが不特定であろうが、特に関係なく、のへしたおランチって言っちゃって大丈夫。ただし、エンヘへしたおランチとはならないです。で、今、その特定の場所の時は、だいたい監視つけますって言ったんですけど、 家でっていう場合に関しては、普通はエンカーザって言います。エンカーザ。ナカーザっていう場合は、もう誰々のお家ってもう特定させる場合だけに使えます。つまり、普通、私家でご飯食べるのが好きとか、家で仕事してるとか、まあそういう文章を言うときの家でって特にこ、この私の家でって ってこう限定させてるわけじゃなくて家という空間で学校でもない外でもないどっかのオフィスでもなく家という空間で仕事をしてるみたいなそういうニュアンスで使う時の家で家で料理するとかねそういう場合の家でには干渉つけずエンカーザってなりますただ今日は誰々ちゃんのお誕生日だからその子のお家でそのお家でパーティーをやります で、そのお家で私はご飯を作ります、みたいな。そういうニュアンスの文章の時は、なかざ、じーだれだれ、みたいな。そういう風に使い分けることもあります。あとは最初にも言ったように、なんかの手段ですね。新聞でニュースを読む、テレビで何々する、インターネットで、みたいな。そういう時には関心つけます。なので、のじょうなーとか、なインターネット、なテレビザーン。 ってていう風に関心をつけて言いますだからこれはもうあの理屈とかじゃなくてもうこれセットで覚えちゃうのがいいと思います。はい、というわけでどうでしょう特にシンプルには説明できなかった気がしますがえ最後に一つシンプルに困ったら円困ったら円で大丈夫です。 これが結論です。結局、のもなもぬも,ぬ,もぬまも全部円に関詞がついたものなので、もうわかんないっていう場合は、とりあえず円で大丈夫です。あ、ちなみに、en japonese,en portuguese, 日本語で、ポルトガル語でとか、こういう場合は円ですね。そういうふうに、いろんな使い方があるので、円って。ほんと今日紹介したのはごくごく一部で、なかなかね、これあのシンプルに、シンプルなルール、 なんでしょうね。シンプルに言うと、やっぱり最初に言ったように、監視が結局つくかつかないか。で、監視がつくとしたら、その監視は低監視なのか不定監視なのか。そこを理解しないといけないので、で、それもまた、あの、なかなかシンプルじゃないんですけど、シンプルに言うとすれば、特定のものには低監視。不特定のものには不定監視。まあ、これが一番シンプルな説明なんですが、ただ、それを知ったところで、うん。 っていう感じそれがあの、まあ、ポルトガル語なので私の中のシンプルな覚え方はもうフレーズフレーズでセットで覚えていく日本語でだったら「エンジャポネ a t だしインターネットでだったら「ナイ n e t e e 日本でだったら「ノジャポンっていうふうにセットで覚えていくこれが私にとって一番シンプルですと、はい、いうわけで今日はちょっとややこしい難しいあの前置詞の話をしましたがいかがでしたか 動画気に入ってくれたらぜひいいね押してください。あやっぱり難しいと思われたらいいね。うん、でもポルトガル語頑張りますと思われたらいいね。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。オンラインレッスンもぜひぜひご利用ください。えー、と、今月はオンラインミーティングもあるので、まだまだあの参加者募集してます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。アテープロスもちょうちょうベージュ